皆さんこんにちは、ジマです。今回の動画はですね、私がよく使っている広角レンズ、これはね 24mm なんですけども、こういったレンズで撮った作例をもとにですね、広角レンズの魅力っていったものをですね語っていこうかなと思います。今回の動画見ていただいて得るメリットなんですけども、広角レンズの魅力で焦点距離、あとはですね、どういった方に広角レンズっていったものが向いているのか、で作例を使ってですね、まあどんな写真が撮れるのか、例えばですね、こういった中望遠のレンズとか広角レンズとかいろんなレンズがあるんですけども、この広角レンズはどういったものが撮れるのかってお話ですね。私はですね、風景とかポートレートでよく使うというレンズになっています。で 24mm、私がですねよく使っているこのレンズは焦点距離的には結構メジャーなので、私はニコンのユーザーなんですけども、ニコン以外でもですね、キャノンさんもですし、ソニーさんもですし、フジフィルムさんもですし、オリンパスさんもそうですし、大体のメーカーでね 24mm って、まあ、ズームレンズも含めて多く取り扱われているので結構入手しやすいんでね、今回はこの 24mm を、題材にしていこうかなと思います。あとはですね、 F 値、私がですねよくボケ感を演出するのに必要ですよって言ったところでお話しさせていただく F 値とこの広角レンズの関係、あとは撮影時の気にすべきところ、画角、まあ、センサーサイズも含めて周辺原光であったり歪み、パース効果、こういったところですね。で、私が単焦点レンズを選んでるんですけども、ズームレンズとの違いみたいなところもね触れていこうかなと思います。で、結論を先に述べてしまいますと、この広角レンズっていうのはですね、綺麗な景色であったり情報を多く入れる撮影に、まあ、向いているレンズになりますよということになります。では今回もジマチューブ行ってみましょう。ジマチューブ、はい、改めましてジマです。今回の動画はですね、24mm の、まあ、レンズですね。これの魅力についてお話していこうかなと思います。もうざっくり言っていきますと、広角レンズっていうのはですね、私たちが日常こう見ている視界よりもですね、ちょっと広めに撮ったものだと思ってください。こういった中望遠のレンズや、こういった標準域のレンズであればですね、標準域であれば私たちが一般的に見ている距離であったり、中望遠だったらちょっと寄ったような感じになるんですけども、広角になるとさらに引いたような感じになります。なので風景を豪快に取り入れた撮影が可能になってですね、まあ人物撮影なんかにも使えますよと。で、広角独特の癖、まあパース効果っていうんですけども、特徴があるので、これを活かすとダイナミックな、作品が撮れますよと。で、非日常的な絵が撮れるので、どちらかというとスマートフォンとか標準域のレンズで撮られている方にはですね、お、広角っぽい、広角らしい写真だなっていうのが、中望遠とか標準のレンズと組み合わせてですね、メリハリを作るのに良いものになっています。で、広角レンズなんですけども、私が使っているのは単焦点レンズで F1.8 になりますので、F1.8 だったとしても、広角レンズの場合はちょっとまあ、ボケ感っていうのはあんまりないですよって言ったところ。で、被写界深度をですね、理解すれば上手にボケ感っていったものを出すことが可能になっています。で、焦点距離によってはですね、撮れる範囲、まあ、画角ですよね。こういったものが変わってくるので、例えば、APS-C。はい、これですね。D-5200。こういった APS-C のカメラなんかであれば、例えば 24mm のこのレンズを使うと、約 1.5 倍の 36mm になってしまって、フルサイズでいう、まあ、35mm の、単焦点レンズなんかを使っている時のような、ちょっと、標準に近しいような画角になりますよって言ったところを、注意してください。で、焦点距離って言ったものがですね、何ぞやった方の場合は大体、数字が低い。例えば24とか20とか18、16、14、12みたいな形で低いものはより広く撮れると。で、逆に24から上の35とか40とか50とか60とか85とか100とか105とか135みたいな形になっていくと、数字が上がっていくにつれ、こう画角っていったものが狭くなっていくようなイメージを持ってもらえたらなと思います。それでかつ APS-C の場合はさらにちっちゃくなると。で、フルサイズの場合は、まあ、広くなるというか 35mm のそのレンズのそのまんまのね、サイズ感で撮れるというふうに思ってもらえたらなと思います。で、文字だけじゃ正直つまらんと思いますので、こういったね、横に回る作例、これもね、24mm ね、F1.8 のレンズで暗い環境になりつつあったので、絞りはですね、開放で撮っているようにしています。私が単焦点の F1.8 を選ぶ理由はこういった時ですね、例えば F4 とかスタートの単焦点というか、ズームレンズの広角を使うと、こういった時に、2段3段絞らなくちゃいけないので、明るさであったりとか、まあ、シャッタースピードを下げる、もしくは ISO 感度を上げるっていったアプローチが必要になってくるので、私はですね F1.8 っていったものをまあ好き好んで使っているのは、こういった夕方とか夜の撮影の時にまあ強いかなっていったところがありますね。
で、こちらの作例なんですけども、上の方はですね、24から120の、ズームレンズです。あの F4 透視の小三元 D750 のキットレンズですね。後ほど24から120のレンズで、24から120までの各焦点距離別の図を出すので、その時にちょっと詳しく触れようかなと思うんですけども、まあ、F4 で、この時は PL フィルター使ってました。かなりですね、まあ、ローポジション気味からパレードをですね、撮影して奥行き感を出しつつ、こう三角形のね、構図を作るように真ん中にビルを置いて、空のね、大きさ、まあ、綺麗に晴れてたんでね、それを印象深く残そうと思って撮った一枚になります。で、下の写真はですね、ピアノのホールですね。やっぱりこういったピアノのホールというか、こういった時は、まあ、音は基本立てたダメって言ったところが大前提にあって、可能な限りですね、もうメリハリをつけた撮影が、よろしいかなと個人的には感じたので、もう一番、後ろの方からですね、もう広角でこのホールの音の反響を多分考えてやと思うんですけど、結構幾何学的なちょっと面白い、作りっていったものが、まあ、ホールには多いので、そういったものを残す、かつ、木目調の色っていったものを残したかったんで、ちょっと、マゼンダよりと言いますか、赤みを強めに出しているものになります。なのでホールなんかで撮るときは結構広角で引いて撮るときと、もう楽器とかそういったものにスポットをギュッと当てた中望遠なんかで撮ることが多いですね。で、こちらはですね、24mm の F1.8 のレンズ。で、ちょっと開放だと、雲の部分とかがですね、ちょっとあまりにもボケすぎてしまうので、3.5 まで絞っています。で、カメラは D780 で、シャッタースピードは320、ISO は200ですね。まあ、こういった写真がですね、やっぱり広角レンズで撮れるっていったところがあります。私の動画、他にもですね、たくさん、見ていただいている方の場合はですね、例えば 50mm とか、85mm の動画の時にはですね、もっとグッと、被写体に寄った写真が多いかなと思うんですが、24mm の場合はですね、こういったちょっと引いて、風景全体を入れて、その景色の中に人物がいるみたいな作りができるっていうのが、特徴になりますね。で、次の作例はですね、上はもう夜景を単純に撮っただけです。この時はもうシャッタースピードは極力下げてですね、暗い環境でシャッタースピードを下げて、ISO 感度を下げると。なので、ザラつきは少なく撮れると。その分ですね、まあ、シャッタースピードが遅いので、波、下がね、海の波なんですけども、この辺がまあ、ブワーっとなっている。カシャッとし、速いシャッタースピードで切り取ったものとはちょっと違う、滲みんだような表現になっているものになりますね。で、下の写真はですね、24mm で上からスポット光のようなものを当てている状態です。で、真ん中にモデルさんを立てて、で、左右ですね、対照的な、まあ、シンメトリー構図といいますか、二分割というかですね、こういった対照的な額縁に入ったような写真になっています。作例ちょっと用意しすぎましたね。作例で時間がかかれる。D750 の F2.5 のやつですね。で、シャッタースピード160の ISO100 ですね。なので、ちょっとでも絞ることによって、このモデルさんの上にある、まあ、ウニウニですよね。光の、まあ、向上のところがしっかり表現されるといったところがあります。で、この場合はですね、ISO はやっぱり上げたくない。人物撮影の時は可能な限り上げたくないので、まあ、シャッタースピードも、ちょっと上げてですね、ここはあんまり明るい環境ではなかったので、これぐらいの値でちょうど、撮れたので、まあ、特に ND フィルターなんかも使わずに使ったものになります。で、F1.8 のレンズで F2.5 で撮っているので、モデルさんの手が伸びた時に十分ボケ感が出ているんですよね。広角レンズなんですけども、大体のズームレンズで F4 とか F5.6 スタートの場合はですね、あんまりボケなかったりもするんですが、F1.8 で、まあ何段か絞った F2.5 の場合はですね、十分ボケ感が演出できるので、前ボケも後ろボケもちゃんとできている。なので広角レンズだけどもボケ感で楽しめているっていったところが特徴的ですね。で、次の写真はですね、これはやっぱり F1.8 の私が単焦点レンズを使っている理由ですよね。やっぱこういった暗い環境で ISO 感度をあまり上げず、シャッタースピードもまあ手持ちでちゃんと撮れるぐらいにキープして、かつ後ろをぼかしたい。かつ、綺麗に撮りたい、広角で撮りたいって言った時に、この 24mm F1.8 って言ったものが、まあ十分魅力を発揮してくれるかなと。まあ正直なところ、私が購入するときって 20mm と 24mm で結構悩んだんですよね。で、その時結構3、4万、5万ぐらいだったかな。20mm と 24mm の差が結構あったんです。24mm は結構価格がぐーっと下がっていってたんですけど、20mm の単焦点レンズはずっと価格が高いままだったので、当時はちょっと金銭的にも 24mm の方を選びました。またね、機会があれば 20mm っていったものも挑戦してみたいかなと
思いますね。で、下の写真はですね、もう完璧にパース効果をちゃんと活かした写真になります。 24mm の広角レンズを使った場合はパース効果、手前のものは大きく写って、奥のものは小さく写って、かつ四方のところはギューッと伸びてしまうといった効果を活かしてですね、モデルさんの足を長く見せつつ、四隅のものはですね、ちゃんと奥行きにラインができるような撮り方をしているものになります。で、次がですね、これもまたパース効果を遊んだものですね。木本当はこんなに長くないです。ただですね、やっぱりあの撮り方っていう形でローポジションのローアングルから、撮って煽るような形で撮った時にですね、画面の四隅の部分っていったものが伸びていくので、通常の木の長さ、例えば 50mm とか 85mm で撮るときなんかに比べたらビヨーンと伸びている。なのでちょっと面白い絵になっている。で、空もだいぶ煽った気味で撮れるようになるので、これもやっぱ 24mm の特徴です。で、このレンズはですね、先ほどから紹介しているこの 24mm の F1.8 のニコンのレンズとは違ってですね、上のこっちって書いてる方です。あの、私がこのレンズを買う前に使ってた、あの、AI の方の 24mm です。あの、ロボットの AI じゃないですよ。AIAF の方の 24mm の単焦点レンズです。なので、絞りのね、あの、リングがある結構昔のレンズになりますね。まあ、ニコンさん F マウントやからこそある、こういう昔のレトロなね。なので、正直、色移りとかは、この今の新しい作りのものに比べると、やっぱりちょっと独特の癖というか、まあ昔ながらのレンズっていったものがあるんですが、それはそれでね、やっぱり面白い、くっきりはっきり映っているような印象になりますね。で、このレンズの場合は F1.8 ではなくて F2.8 スタートなので、こちらの撮影は F2.8 で撮っています。まあ夕焼け気味だったんで、正直開放からの、撮りってどうなんだってとこはあるんですけども、まあ十分開放でね、引きなので、まあよろしいかなっていったところで、このレンズは活用していますね。次は焦点距離についてお話ししていきましょう。レンズの主点ですね、からセンサーに結合するまでの距離っていったところになります。 10mm とか 28mm とか 50mm とか 400mm なんかの単位で表現されることが多いですね。で、単焦点とズームレンズ、まあ、撮影スタイルで選ぶのがよろしいかなと思います。私みたいに結構マイペースに撮影ができる環境の人であれば、単焦点レンズっていったものは楽しめますし、スタジオとかブライダルデートとか、あとはロケとかですね、あとはまあスポーツとか報道とか、結構その被写体との距離感が頻繁に変わったりとか、レンズを容易に交換できるような状況じゃない、もしくはカメラを 2,3 台持つのはちょっと厳しくて、1台で可能な限りの焦点距離をカバーしたいといった時は、まあズームレンズがよろしいかなと。なので、私もあの働いてた時、スタジオの働いてた時なんかはズームレンズっていったものがメインになっていましたね。で、今の働き方というか撮り方に変えて、単焦点レンズっていったものを楽しむようになっています。で、ズームはですね、24-120なんかのレンズの両端の数字で表示されるんですね。こういったところなんですけども、このレンズの場合は 24mm っていう形で一つの、数字しか表現されてないんですけども、24から120みたいな形でね、ズームのテレ端と、まあ、ワイド端のところですね、こういったものが表示されています。で、先ほどお伝えしたように、焦点距離の、値がですね、小さいレンズ、例えば12とか14とか16とか18とか20とか、そういったものはまあ広角、特にまあ超広角のような形で広く映るものです。で、大きいレンズ、まあ、105、135、200、400、600、こういった形はですね、望遠、超望遠っていう風になりますね。なので、遠くのものがキュッと寄せれて、こういった画角はぐーっとちっちゃくなるようなイメージです。で、一般的に 35mm 換算で 50mm のレンズが標準っていう風にされてますね。で、大きさで言うと、広いところから行くと、超広角、広角、標準、中望遠、望遠、超望遠みたいなイメージですね。なので、まあ 35mm ぐらいですね、このレンズ、 35mm のこのレンズぐらいがまあ広角なのか、そろそろ標準扱いでもいいんじゃねぐらいの感覚ですね。まあ、価格 .com とかやったらまだ広角レンズの部類に入ってましたね。で、自分のまあ理想とする写真を撮るのは、どのレンズっていったもので実現できるのかっていったものを考えていただくのがよろしいかなと思います。かつ焦点距離も大事なんですけども、その時に開放 F 値ですよね。 F 値をそんなに絞る必要がないんであれば、 F 値の高いものでも問題ないですし、やっぱり開放 F 値が低いレンズでガンガンぼかしてとか撮りたいわって言った時はですね、やっぱり開放 F 値の低いレンズっていったものを選んでもらえたらなと思います。で、焦点距離とか広角レンズに関する、まあ、印象なんかをですね、皆さんがどういったレンズが好き好んで使われているのかとか、私がですね、
お気に入りのレンズはこのレンズですみたいなことをぜひコメント欄なんかに書いてもらえると嬉しく思います。で、広角撮影とかに関わるね、別の動画もたくさん用意しておりますので、この動画見終わった後にね、再生リストでね、今200本ぐらい動画上げてます。カメラ始められた方とか、カメラが大好きな方に対する、お得な情報といいますか、お役立ち立つ情報をですね、200本ぐらい、動画作っておりますので、この後動画見終わった後に再生リストからね、見ていってもらえたらなと思います。ちょっと宣伝挟むと、ぜひね、この機会に、まだチャンネル登録してない方とか、初めての方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次ですね、焦点距離別の作例っていったところで、広角レンズから見ていきましょう。まあ、超広角も含めて、例えば、12mm から、まあ、28mm ぐらいかなって思って、まあ、例えば 12mm とか、例えば1424の第3元のレンズだったり、1635の小3元であったり、1835のレンズであったりとか、そういったズームレンズも含めて広角、超広角っていった世界があります。で、広い世界を撮れるんですけども、歪みっていったものに注意が必要です。こちらもね、作例のしてるんですけども、標準で撮るレンズよりも、どちらかというと四隅が真ん中にギューッと寄っているような撮り方ができるものになりますので、それを活かしてですね、面白い表現にすることはグッドなんですけども、それを生かして逆にヘンテコな表現になってしまうと、ちょっと見てる側に違和感というか、なんかやたら手長ないとか、やたら足長ないとか、やたら顔伸びてないっていう風にならないように、人物撮影を撮るときはちょっと注意が必要かなと思います。動物なんかをね、撮るときは逆に、面白い鼻がドアップに映ったりする、まあ、魚眼レンズなんかでよくワンちゃんの鼻ドーンって映してるようなものがあったりするので、まあそういったものにはいいんですけども、で、まあ表現っていったものの範疇として、まあ注意深く使ってもらえたらなと思いますね。次は 35mm ですね。こっち、さっきが 24mm なんで広角なんで、こっちのレンズですね。で、今は 35mm の方に行きます。まあ私の中でも若干標準域に近いんですけども、さ、まあ大体35から60ぐらいかなって、35が広角レンズっていう風に扱われているので、ちょっとこの表現私も自分でこう資料作りながら違和感あったんですが、なんかもう私の中で35はね標準なので、ちょっとこっちに入れさせてもらいました。日常の、まあ、距離感とか、今私が見ているこう視界に近い距離感で撮れるので、ほんと撮りやすいものです。なので、こうカメラをこう構えた時に、こう見ている時と違和感があんまないんですよね。なので、こういったものが、まあ、標準域の便利な使い方っていったところですね。35mm 換算での焦点距離にはちょっと注意してください。なので、APS-C のカメラを使う時は、例えば 35mm を使うとですね、だいたい 50mm ちょっとぐらいになります。で、フルサイズで 50mm の単焦点なんかを使われている方の場合はそのままでいいんですけども、APS-C で、あ、50mm が標準なので、じゃあ 50mm 使うわーって使ってみたら 75mm になってしまって、若干中望遠寄りのレンズになってしまいますので、そういった方は 35mm とか使ってもらえたらなと思います。逆に APS-C で、35mm ぐらいの焦点距離が欲しいな、スナップよく撮るんで 35mm ぐらいがまあ便利かなと思う方は、こういった 24mm の広角レンズ気味のものを使ってもらうと 36mm ぐらいになるので、こういった方はね、ちょっと注意が必要です。で、この標準レンズっていうのは比較的入手しやすくですね、まあアンカーでコスパいいレンズっていったものが多いです。もうどのメーカーでも大体出てますし、サードパーティー製、タムロンさんとかシグマさん含めてもめっちゃレンズのラインナップが多いので、もう好きなものを自分の予算の、まあ、限られた範囲で選んでもらえたらなと思います。で、私もですね、単焦点で始めるんであれば、やっぱ 50mm の単焦点っていったものはですね、コスパ良くて単焦点の魅力っていったものを楽しめるので、ぜひね、機会があればチャレンジしてもらえたらなと思います。なので、ほんとこう横のね、作例のように、こう日常でこういう風に、ああいう風にしてみましょうみたいな会話をしながらも撮れる感じなので、リラックスしてね、撮れるものになります。で、横にちょっと載せてる 58mmF1.4G は、ちょっと高いです。これはニコンの単焦点、まあ標準域の中でもちょっとグレードが良いやつですね。まあこういったね、58mm なんかも有名なレンズとしてあります。で、次は、中望遠の85から135ですね。横の作例はですね、85mm の単焦点、85mm の単焦点、これですね。これで撮っているものになります。で、F1.8 の、中望遠なので、もう背景すっごい綺麗に、とろけているというか、ぼけている状態ですよね。標準よりも、一歩二歩ちょっと近づいて、画角をぐーっと縮めたようなイメージです。で、遠くのものを少し引き寄せる、イメージでもありますので、背景ぼけっていったものがかなり作りやすいです。なので、広角とか標準域で、あんまり後ろに隙間というか、距離がなくて、被写界深度っていったものを楽しめない場合の場合は、
積極的に私は厨房園なんかを使って背景の賑やかしいものをぼかしたりして表現するっていったものになっていますね。で、こちらの作例の横にある 105mmF1.4 っていうのは、これもまたニコンの中で先ほどの 58mm のようなちょっと有名なね、というか人気のある、まあ、レンズになりますね。お値段もそこそこする高いレンズですね。ただ1本持ってるともう多分一生、使い続けれる、まあ、Z マウントがね、これからどん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 、進化していて S ラインシリーズがすごく、いいものが出てきたらどうなるかっていうのはあるんですけども、もう現状の F マウントの単焦点の中望遠って言ったらこの 105mm、まあ、85mm のこっちがコスパいいって形で 105mm はかなり、いいレンズっていった風に評価されてますね。で、最後は、まあ、中望遠からさらにグッと寄った望遠液ですね。あとは、まあ、超望遠液っていうので、私が野鳥撮影を使うときによく使うレンズがこの横にあるやつです。これは、500mm が、テレタンなので、200から500なので、この四重からは 500mm で撮っています。結構、7メートルから、まあ、10メートルぐらい離れたところの、まあ、四重からなんですけども、肉眼では正直見えにくいんです。あ、止まったみたいな形なんですね。ただ、そこで三脚でズームぐーっと寄せると、もう、うわって寄ってくるので、まあ、こういった形でね、撮れるような写真になりますね。で、主役に集中できる絵が撮れるんです。やっぱり、開放 F 値は F5.6 なんですね、このレンズ。F5.6EEDVR っていう形なんですけども、開放 F 値は低くないです、正直。ただ、望遠っていったところで、焦点距離の魔法がかかってですね、かなりボケるんですよね。なので、主役に集中できる絵っていった形で、後ろはもうボケボケなので、そういったものが撮れるっていうのが楽しいですね。で、F 値が高くてもボケ感が作れて、画質を求めると、例えば200から500のズームレンズではなくて、400とか、500とか、例えば300とか、そういった単焦点レンズっていったものになってくるので、その分お値段がドンと上がるので、その辺は、注意してもらえたらなと思います。あとはですね、焦点距離の、まあ、作例っていったことで、特徴をね、ちょっと述べていこうかなと思います。こちらに、並べているのが、冒頭でお伝えさせてもらった24から120の F4 の D750 のキットレンズですね。この右下にあるレンズです。F4G の EDVR ですね。まあ、EDVR ってさっきからちょっとちょいちょい出てるんですけど、ED レンズっていうちょっと E レンズ、まあ、ガラスが入ってるのと、VR がまあ日本でいう手ブレ補正やと思ってください。なので、24mm から120mm F4 の F 値で透視で撮れる、ED レンズを入れた手ブレ補正のあるレンズっていうものですね。で、こちらのレンズなんですけども、私同じ場所で、モデルさんも同じところにちょっと座ってもうて、この24から30、50、85、120って伸ばして撮っているものになるんですけども、同じモデルさん1、私も同じ位置で撮った時に、広角域ではですね、やっぱり画角っていったものが広くなります。それがね、先ほどからおっしゃっている今回のテーマ、24mm のね、こういったものになります。なので、かなり広いですよね。で、望遠域になっていくにつれて、どん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 ぐーっと寄っていく。これが、私が先ほどから言っている画角の、まあ、感覚ですね。なので、正直、モデルさんと私の距離感っていう、日常の距離感で見たときには、50mm ぐらいです。でも、24mm という広角で撮ることによって、さらに引いたように撮れます。で、85とか120で寄っていくことによって、距離感としてはちょっと離れてるんやけども、ぐっと寄ったような感じで撮れるってのがありますね。次は広角のボケ感、被写界深度について、ボケ感ですね、被写界深度の調整で、まあ、正直作り出すことができるんですよ。この 24mm で広角レンズっていうのはですね、 F 値が低かったとしても焦点距離が、ちょっと問題になりまして、あんまりボケ感ってものは出せないです。先ほどの200から500のね、超望遠のレンズのように開放 F 値が高い値だったとしても焦点距離の魔法でぼかすことができるんですが、逆を言うと焦点距離がどん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 値低くなって広くなっていくとですね、あんまりボケ感って出せなくなってくるんですね。で、被写界深度っていうのは、まあ、くっきり見える範囲っていう風に思ってもらって OK です。で、このピントが合ってる範囲、まあ、前後でボケていない範囲っていうことなんですけども、ボケ感の表現っていったものを数値的に表したものです。この F 値とかね、被写界深度とかこの辺は。被写界深度が、まあ、浅いとボケ感が強いです。被写界深度って深さみたいなもんなので、ピントが合っているところの深さです。なので、こっから後ろはボケる、前もボケる。ただ逆に被写界深度が深いと、ボケ感がですね、どん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 変わっていくものになります。なので、ボケていないっていう表現になりますね。ここにピントが合っているときに、こう広がっていくと、ここ後ろからこの手前まではボケない範囲になるので、このボケの深さといったものをまあ調整するものになります。
で、写真の表現ではですね、まあボケっていったものは絶大な威力を発揮するというか、カメラをやっててやっぱ楽しいなって思うところの一つですね。で、ボケ感が強いとですね、主役を強調することができるんですよね。で、ボケ感で撮影環境とか雰囲気っていったものを表現として活かすことが可能です。で、実はですね、ボケ感って焦点距離もまあ先ほどからね、おっしゃっているように大きく変わってくると。で、縁が同じでも焦点距離が長いとボケやすいですし、短いとボケにくいっていう癖がありますよと。なので、同じ F1.8 でも左側ですね、このモデルさん左側ですね、左側は 24mm の F1.8。で、右側は 85mm の F1.8。背景の抜け感ですよね。どちらも、そこそこ後ろを開けている状態なんですけども、やっぱり 24mm の方は F1.8 で撮ったとしても、ある程度くっきり映っている。で、85mm の方は、もうほぼほぼ、まあ、ビルが後ろにあるんだろうな、ぐらいしかわからないっていうようなボケ感になっているっていうのが特徴としてありますね。で、次、広角撮影で結構注意すべきところっていったところで、広角レンズをこう撮っていると、まあ、広い世界が撮れて、で、開放 F 値が低ければ、まあ、ちょっと撮り方によっちゃボケ感も出せるし、面白いレンズやんっていう。で、開放 F 値が低いレンズだったとしても F 値を高い値にして、くっきりはっきり映すことによって風景がね、綺麗に切り取れたり、まあ、カレンダーの、ポスターなんかにもなっているような風景写真みたいなものが撮れる、いいレンズっていったところがあるんですが、ちょっとね、3つだけ私個人的に思う注意点っていったものがあるのでお伝えさせてもらうと、やっぱり画角、センサーサイズっていったものはちょっと注意が必要かなと。日常の視野よりですね、広いものが撮れるので情報過多になってしまいますので、映り込まんでええもんまで映り込んでしまうリスクっていったものがあるので、そういった時は横で撮った時に、あ、映り込みすぎるなと思った時はもう縦に変えてもらったりとかですね、あとは、ポジションですよね、カメラの位置っていったものを低くするのか高くするのか、まあ自分のアイレベルで撮るのかっていったところをちょっと調整してもらって、いらない情報、入れたくない情報っていったものを可能な限り画角から覗くようにしてもらえればなと。あとはセンサーサイズで広角の魅力っていったものを、まあ失わないようにしてもらえたらなと思います。例えばフルサイズで 24mm で撮った時に理想とする広角のまあ画角を撮っている場合に、 APS-C とかマイクロフォーサーズにしていくとどん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 ちっちゃくなっていきます。で、こういったところをですね、注意してもらわないとですね、やった !24mm、20mm のレンズ買ったって言ったとしても、使っているカメラがマイクロフォーサーズとか APS-C だったらそんなに広角域っていうのは撮れないです。いいカメラというか高いカメラが多いので、ここは財布と要相談になると思うんですけども、広角レンズを使う場合は、まあ可能な限りフルサイズの方が最大限といいますか、広角の楽しみっていったものが増えますよっていったところは、一つ注意点としてお伝えしていこうかなと。次は、まあ、歪みですよね。パース効果です。広角は中央にグッと、寄せる、効果があります。風景なら、まあ、ダイナミックに演出することが可能なんですけども、人物ならね、違和感を、まあ、与えないようにするのが必要になりますね。なので、この左下の写真なんかで言うと、こう三角形の構図を作りたかったので、右下と左下の、森はですね、本当はほぼほぼ同じ高さなんです。ただこれが広角の効果でビューンとちょっと山なりになっているようなイメージです。で、この 24mm で撮った時、正直空ここまで私見えてないんです。でもそれが 24mm の広角レンズを使うことによってぐーっと画角内に収めてくれることによって、真ん中のビルが綺麗に映っているのに対して、四隅はグッと寄せられているような印象になるってものがあります。まあ、これがね、パース効果っていったものを活かして、風景ならダイナミックに演出が可能っていったところです。で、真ん中の、被写体っていったところで、右側のね、右下の、写真なんかを見てもらうと、人物であれば違和感を与えないように、可能な限り真ん中に、置くようにしています。特に、お顔の場合はですね、真ん中に置くように私はしていますね。で、三つ目が周辺原稿ですね。この右下の写真なんかを見てもらえたらもう分かると思うんですけども、広角ですね、まあギューと寄せてくれるのはいいんですが、その代わり、ちょっと四隅がね、光量不足になりがちなんですよ。なので、視界を誘導する、導くの誘導ですね。誘導するために周辺光量を下げるっていうのは私、個人的にありだと思ってます。なので、右下の写真はもう周辺原稿を逆に活かした、写真としています。で、それをちょっとシックに、見せるためにも、モノクロっていった形で表現していますね。で、この周辺原稿はですね、現像ソフト。私なんかで言えば、ライトルームとかね。まあ、ニコンさんとかキャノンさんからも公式の、
現像ソフトで出てるので、まあそれね、ダウンロードして使ってもらうもいいんですけども、そういったものを使ってとか、あとはカメラ側ですね、撮影した時に、まあ周辺原稿といいますか、ある程度レンズ補正みたいなものをかけることもできるので、そういったもので解決できたりもします。なので、どうしても自分の写真がパッと見た時に周辺原稿が気になるなぁと、四隅が暗くなってんのがなんか嫌やなって方の場合は、現像ソフトとか、まあカメラのね、機能で補正をかけてもらえたらなと思いますね。最後は、単焦点とズームの違いですね。シンプルに言うと、焦点距離を変えれるかどうかです。寄ったり引いたりが自由な便利なズームレンズと、焦点距離がずっと固定。で、カメラ本体をですね、私たちが撮り手がこう動かすか、映す被写体側に動いてもらう。どちらかが必要になってくる単焦点レンズ。で、この単焦点レンズの特徴としては、やっぱりですね、ズームレンズに比べてレンズの中のガラスの枚数少ないんですよ。左下のですね、下側ですね。こちらが単焦点レンズ。で、上がズームレンズです。やっぱりレンズの枚数って圧倒的に差が出てくるんですよね。そのレンズの枚数によってシンプルな構造で画質がいいレンズがまあ作りやすいですよと。で、開放 F 値が低いレンズが多いのもそれが要因で、撮り手側のまあ画角を考えるトレーニングにもなるんですよね。ズームだったらもうこう自分がこう動かすだけでね、画角ガンガン変えれるんですけども、単焦点の場合は自分がこう動かんと画角変えれないんで、こういったものがね、やっぱりトレーニングになるので面白いかなと思いますね。で、他の焦点距離を求めていくと荷物が増えます。ズームだったら例えば2470と7200、2本持っていけば大体まあブライダルとかロケーション撮影っていったものはほぼほぼ賄えたりするんですけども、単焦点で行くってなると例えばじゃあ 24mm 持っていきます、まあ、50mm 持っていきます、 85mm 持っていきます、 135mm 持っていきます、ちょっと撮影状況によっては 60mm のマクロなんか行ったりしますねとか、そういう話になっていくとレンズがバーって増えていって、で基本撮影時間とカット数といったものが求められる場合はガチャガチャレンズ変えていると、正直そのカット数といったものが減ったりするので、カメラ2台3台同じようなフルサイズのものを持っていったりするとどんどん荷物が増えていくんですよね。そういったところがまああるので、単焦点レンズを選ぶ場合はですね、自分の撮影スタイルと合っているかどうかといったものをちょっと考慮してもらう必要があるかなと思いますね。で、レンズ交換時にやっぱりホコリが入ったりするっていうものを、あとはレンズ落下ですよね。こういったものが注意必要かなというのは個人的にやっぱり感じますよね。ズームであればもうレンズつけっぱでね、ずっと取りっぱなしでいけるので、その点大丈夫なんですけども、単焦点の場合はね、ここは広角がいい、ここは標準がいいっていうような形で、レンズをカチャカチャ付け替えたりするので、まあレンズが転がっていったりとか、ホコリが入ってしまったり、ミラーレスのカメラなんか使ってる方は特にね、注意が必要になってきます。で、ズームの特徴としてはやっぱり一本でいろんな画角が撮れて便利っていうのと、構造上レンズ内が複雑化しやすくなるので、まあ重くなりがちっていったところで、明るいレンズ、まあ低い F 値っていったものは構造的に少し難しくて、第三元レンズ、ズームレンズの中でもめちゃくちゃグレードのいいレンズでも F2.8 スタートみたいな形で、 F1.8 のようなこんな気軽にね、開放 F 値が 1.8 のようなものはちょっと難しいっていったところがありますね。で、レンズ1本でまあいろんな撮影集に事足りることがあるので、単焦点レンズを無理に揃えるんではなくてですね、ズーム1本でちょっとグレードのいいやつを集めてもらうっていうのがよろしいかなというふうに個人的に感じますね。今回はですね、こういった形で単焦点レンズ、特にまあ広角レンズ 24mm、 私がですねよく使う理由と作例と、どういった特徴があるのか、逆にどういったデメリットとか注意点があるのかっていったところをお話しさせていただきました。またですね、いろんなコメントお待ちしております。単焦点レンズとか広角レンズに対しての皆さんのご意見とか、こういったレンズ使ってますみたいなものでね、ぜひチャンネル登録と一緒にコメント欄に書いてもらえたら嬉しく思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。今回もジマチューブを最後まで見てくださってありがとうございます。このチャンネルではですね、撮影技術、ビジネス、ライフシフトについて主に配信しておりますので、左下のチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。今回の動画以外にもですね、面白い動画たくさん作っておりますので、右下のおすすめ動画の欄からですね、他の動画もぜひチェックしてもらえたらなと思います。また次の動画でお会いしましょう。またね。